かったな、幽霊。いや、出て欲しかったわけじゃないけど、怖がってたせいでいつもの倍くらい疲れちゃった。今日はもう寝よっと。あー、クマのぬいぐるみどうしよう。いいか、明日で。作ってみようかな。よく寝た。あれ、師匠起きたのかな。まだご飯の準備してないのに。違う、師匠の声じゃなかった。なんで私こんなところに。まさか幽霊を連れ帰ってくるとは。つくづく人の予想の上を行くな、お前は。師匠、助けダメダメじゃん。その心配はなかろう。あれは全部私の作り話だからな。作り話でも何でもいいから助けて。うん、より怖がらせるための演出と言い換えてもいい。いい怖がり方だったぞ。ひどいわ。あたし人なんて食べないわよ。許してほしい。悪気はなかった。美しい幽霊のお嬢さん。あら、やだ、美しいなんてそんな。普通に会話してるんですか。幽霊なんですよ、幽霊。幽霊と話す機会などそうそうないからな。むしろ積極的に交流を試みるべきだろう。あ、いつまでも立ち話では失礼だな。さあどうぞ座って。ロロナ、お茶を入れてきてくれ。お構いなく。幽霊だから座れないし、お茶も飲めないし。だかな。つまりパメラさんは生前の記憶もなく、いつの間にかそのぬいぐるみに取り付いていたと。パメラさんなんてよそよそしいわ。こうして見てる分には普通の女の子と変わらないな。ではお言葉に甘えて。それでパメラはこれからどうするつもりだ。なんにも考えてないわ。ここに来たのだって偶然だし。こんな幽霊ならあんまり怖くないかも。はあ、でもやっぱり足はないんだ。ではどうだろう。身の振り方が決まるまでこのアトリエに滞在しては。いいわ、助かるわ。髪もふわふわしてて、うん、
確かに可愛いかも。お、そんな、ダメ、絶対ダメです。なんだ、行くあてもない哀れな美少女を追い出そうというのか。だいたい面倒を見られないなら最初から拾ってくるんじゃない。拾いたくて拾ってきたわけじゃ。それにこの子幽霊だし。それに師匠がそんな親切なこと言うなんて怪しいです。しっけえな。それであれか、私の真の目的は幽霊に怯えてハウハウ言ってる弟子を眺めることだとでも言うのか。やっぱりそんなこと考えてる。あなたはロロナって言うのよね。これからよろしく。近寄らないで。いや、しばらくは退屈せずに済みそうだ。